世話になります。あれですか。はい、あれです。どこへ、釣り機が来た。10年機が来ましたね。イメージしてたんより相当大きいね。うん、35キロはまあそこそこもう大きくなっちゃう。はい、着いた。この釜とか出すんですよね。こっちから出すから、もうこっちできるだけ寄せてもうたら。はいはいはい、うん、とりあえずね、ここにカバーがつくので、ちょっとカバー分を寄せんとダメだね。カバー分がまだ、これが入るだけでなんか、あ、パッカーにしよう。お茶作ってる感が出てくるね。そういうこと。はい、ストップ。こんなもんでしょう。ちょっとこれで仮に受ける。せーの。おー、つかねえし。
前で投入してもらうんで、うん、後ろやこう上げてもらって、はい、でこうでハンドルで固定してもらって、そうするとこれが簡単に上上がるんで、はい、そしたら横へこう動きますん で、はい、でこの状態でお茶を入れてもらう、で戻してもらって下ろしてもらって、でこの位置で重圧を調整するっていう形になりますんで、圧力が欲しい場合は一番こちら側へ、うん、で緩くするために上へ上げていくような形です、うん、こっちにいればいるほどここへの重しが軽くなるので、逆にこっち一番こっち来てる状態で上げようと思っても重たくてなかなか上がらないので、うん、それで調整していただくような形です、うん、こちらで手動で、はい、真下入れるんで割って、あ、でこれ斜めの受けっていうんではないんよね。斜めの受けではないです。で、うん、ここで下へ降りしたものをまあ入れておいて書き出すっていう方法なんで、手動のやつはでこういうふうに手動で開け閉めするような形になってるんで、はいはい、あ、ここへバーッ出るっていうわけではないよね。そうですね、ここへ落とすような形ですね、はいはい、あとは出すっていう形なんで、本当はこれついてなかったんですけど、これちょっとあの後でつけておいたんで、はい、ここのとこフレームの上乗っちゃうんで、はい、うん、でここに滑り台をつけておいたんで、はい、ありがとうございます。あの残るですよね、ここ、うん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 、ですよね、隙間にな、そうそう、うん、でこの下へこうなんか受けみたいなのを入れてもらえれば、うんうん、音残さずに取れるんで、はい、一応これはつけといたんで、後で元々はついてなかったんですけど、うん、前で作業、基本はもう完全に前で作業する形になりますんで、うんうん、後ろへ回ったりするときはもう掃除とかメンテナンスの時にいただくような形ですね。でこのまあ10番とかが、うん、あのどうしても揉むと渋がここに残るんですよね。でそれの掃除とかに水洗いとかをされることが多いんで、まあ多少はやっぱりでもね、人間が入るスペースを設けてた方がいいとは思います、はい、この、うん、ここでね、ここでいいですかね、セットしてもらうか、はい、わかりました。はい、でこれ、まあ、今くれてあるんですけど、うん、一茶器に1回ぐらいは上だけ、うんうん、下はちょっとね、注油なしのタイプにしてあるんで、はい、上がグリス、まあ、一番ちょっとここに負荷かかるもんで、はい、ここのところのやつはグリスを打つタイプのやつを入れてあるんで、うんうん、であ向こうも両サイドにあるってこと、全部3箇所、3箇所上側だけありますんで、はい、同じようにこれ、まあ、ちょっと打ってもらって、うん、した方が長持ちしますんで、はい、わかりました。ちなみにまあこのベアリング類、うん、全て全部新品に変えてありますので、減速機も新品になってますんで、はい、これはまあ今新品つけてありますけど、まあ、消耗品なもんで、一応予備を1本サービスで、うん、はい、ありがとうございます。はい、こういう L レンチで、はい、こうやって緩めてもらって、うん、よいしょ、3本
緩めてもらえれば、うん、1枚が外れるんで、ああ半分でなしに3箇所で1つ、そうですね、3本でボルト3本で1枚を止めてるって感じですね。で4枚で1つの8分になるんで、うん、こんな感じ でこれはあのチャッキを割ったら、うん、この裏側とかに茶っ葉がはまったまま抜けなくなるんですよ。で全然掃除できないんでですので外してもらって、うん、これバケツかなんか水でつけといてください、うん、そうすると柔らかくなって葉っぱが取れやすくなるんで、うん、そうした方がねこのハケも長持ちするんで、うん、こういう風になるんですよ、はいはい、つけとくと、うんうんうん、ですんでこれは外してもらって癖がついてまうっていうね、そうそうそう、うん、外してもらって、うん、置いといてもらう方が、うんうん、ハケがね変な癖がついて、うん、もうそれから戻りにくくなるんですよ古くなると、うんうんうん、ですん で風邪ひきやすいもんね。そう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 、なのでこういう形のやつはもう全部取ってしまう、うん、でこれ置くときってこう置いとくの？そうですね、上向けて、そう上向けて置いとけば歯に癖がつかないんで、うん、刷毛にこれ置いてるだけでかなりこうテンションかかっちゃってるって、うんうん、わかりますこれ、はいはい、ですんでこう腕が回ると刷毛が、はい、動いていますね、はい、ぐるっとぐるっと回って、うん、ていくんで、上上がると簡単にスポット取るで、はい、置いといただけでこんだけ癖がつくでしょ。ほんまやね、うん、でもこれってまあ水つけて置いとけば治るってまた、うん、はい、なので使わないときはこう外しといてもらえれば、うんうん、ほんの持ってくる数日間つけといただけなんですよ、うん、一応ね全部つけてみて、うん、ハケの状態、はい、を見たんで僕、はい、よいしょ、古いやつはもう直付けだったんですよ、うん、あの昔のやつは、はいはい、うん、ですんでね、これ直付けのやつってどうやって、リベット止めなんですよ。あでもこれは古すぎてボルト取りだったんですけど、うん、あのちょっと新しい、ちょっと新しいって思うんですけど、ちょっと前のやつが、うん、リベットで、うん、この今止めてるリベットありますよね、はい、これにこのハケが溶接がくっついちゃってるからだったんですよ、おうおう前は。これはあれやね、昭和54年製なんだ。そうですね、昭和54年製のやつを今仕様に全部変えちゃったっていう感じですね。これはハケから何から、うんうん、だいぶほなあの根本的に元の形とは変わってきてるってこと。今ここの、うん、胴が斜めなんですよ、はい、へえ。これ昔のやつなんでストレート、うんうんうん、ステレートのハケっていうんですけど、はい、今は斜め向いてるんですか。今は台形なんですよ、ここから見たら台形、うん、下に向かって広がってるんですよ、うんうん、ですよね。手に入ってよかった。えこれ欲しかったんですか。うん、探し回ってたの。これを、そう充電器どっかないかなっていうんで探してたけど、うん、このちっちゃいサイズどこもない言われて。ないですね、60キロ以上、うん、みんなだいたい60キロ以上なんで120だったらまだそうですね、うん、こんな感じで、うん、あと回転方向があるんで、はい、スムーズやね。それはやりましたからね、メンテナンスを。すごいなんかこう回転の仕方で
中のが二重にバラバラに動くんやね。そうです、固定リングとその周りの可動リングで別なもんで、あそこで支点になって、両サイドのさらにまた支点があって、上上がるとこう、こういう動きをするんです。ですんで周りにこう出ようとするやつを書き込んで内側へ戻すように動くようになってるんで、あ、初めにガチャンって言った。そう、インバーターとか入ってればね、最初ゆっくりムニューって動かすこともできるんですけど、これ時間なんで、どうしてもスイッチを入れた瞬間にドンって、動き始めますんで、そこ時だけちょっと気をつけてもらって、仕様はこんな感じですね。はい、わかりました。はい。はい、また、あの、なんか欲しいもんあったら電話します。まあ、全然。まあね、周りのこととか巻き込んでもらって、どんどんこの地域が活性化するような。もうなんかどんどん減っていっきょうから、地域とね、そうやって産業がなくなっちゃうとね、困るんで、せっかくある畑とかもね、生かさないともったいないので、ぜひ頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。いえいえ、はい、どうどうね、やってきましたよ、10年期、待ちに待った10年期、設置も綺麗にしてくれてよかったです ね、 もうね、また綺麗に磨いてくれてるので新品かと思うぐらいね、ピカピカです。これでね、35キロね、シャバが入るんですよ。昭和ね、54年生ね、あんまり僕と変わらんなけどね、あの綺麗にねリニューアルしてくれてます、まあまあ使い勝手の方はね、ちょっとまだ動かしてないのでわからないんですけど、今年ね、ちょっと番茶を仕込みながらどうかなっていうのを確認して いこうかなと思ってます、ね、わざわざね高知の方から来てくれました。よかった、見つかってまあね、こうやってね、順番にね道具を揃えてね、これで今年の番茶の仕込みの準備をしていっています。皆さんもね、今年の番茶期待して待っててくださいね。あとね、用意せないかんのは羽釜が大事ですね。湯がく羽釜を用意しようかなと思っています。それじゃまたね。